YouTube をご覧の皆様こんにちは、ワイパーの鈴木と LL とです。はい、ということで、今回はですねユーロミリタリーの、アウターの特集ということで、LL さんの着ているこちらの商品ご紹介したいと思います。はい、チェコの M85 のボア付きジャケットですね。はい、はい、まあ、これ結構海外入荷の動画とかでも入荷の様子とか何回かご紹介してると思うんですけど、今随時検品中なので、これからまたサイズ掛けしてるものとかもですね入ってくる予定なんで、まあ、今回それに先立ってですね今回の、こちらのアイテムの、ご紹介をしたいと思います。はい、はい、実はこれですねもう実際ちょっと車販でゲットしたものでございまして、まあ仕事柄結構やっぱいろんなミリタリーのジャケットをちょっと今着用してるんですけれども、うん、その中でもやっぱ今年冬なんかちょっとやっぱ買いたいなと思ってゲットしたものですね。結構一昨年ぐらいから商品自体はあったんですけど、結構去年の年末ぐらいから急に結構動きが良くなってきてですね、やっぱりこの、価格とあとはそのスリーウェイで着られる幅の広さっていうところが、人気のポイントなのかなと、はい、あと実はちょっとこれ、ライナーつけてるので、ちょっと見えないかもですけれども、ライナーが可愛いんですよね。あ、ボア付きボア付きのこのボアライナー単体でも着れますけれども、このなんかちょっとグレーがかかったこのライナーが結構なんとも言えない可愛らしい感じがありますね。で、さらにこの襟のボアもこれ実は取り外しができるんですよね。はい、今は襟つけてるんですけど、その、ボアですね、ボアを取り外したり、あと今つけてないですけどフードもついてたりとかするので、それは好みですね。はい、なのでかなり組み合わせによって幅広い組あのコーディネートができるんじゃないかなと思います。はい、実はもうちなみにこれはちょっと本日、福岡が結構3度1度結構寒いということで、本当リアル出勤コーデになっております。はい、今日の夜とか確か雪予報でしたもんね。はい、そう、こんな感じで、8号のジャケットライナーをつけて、さらにインナーに、ライナーちょっとライナーを、そう、これだけでも十分かなと思ってたんですけど、やっぱりちょっと寒がりなんで、もうさらにちょっとライナーを羽織ってボアライナーにキルティングライト、でさらにそのニットも確かこれは、ね、これはですねちょっと語ると長くなるんですけどいいですか。フランス軍の1970年代のセイントジェームスの、軍用品のタートルネック、はい、もうこれ本当なかなか見つからない、もうレア。セントジェームス、いくつか、はい、メーカーある中でのセントジェームス製のフランス軍のニットです、ね。はい、でさらにこのちょっと特徴的な、はい、ちょっとこのロイヤルネイビーのベンタイルスモック調のディテールが特徴の、はい、コーデュロのパンツはあれですか、香港のブランドのクラブでした。そう、結構問い合わせ多いんですけど、これちょっと残念ながらうちの取り扱いではないんですけど、はい、ちょっと LL さん個人でそのインフルエンサーとして、アンバサダー的な感じでちょっとご紹介しているブランドです。はいはい、結構身幅もあって、いろいろやっぱりこの重ね着してもですね、もう全然なんか窮屈感はないので、もう本当洋服の幅も広がりますし、ちょっと普段でしたら、たまにインスタとかにも投稿はしてるんですけれども、デニムパンツにスウェットにも合うし、デニムをデニムに合わせても全然もう様になるっていう。結構じゃあアメカジとの相性もめちゃくちゃいいんです。はい、アメカジ全般にも言えるんですけれども、アメカジ全般、ミリタリージャケット全般に言えるんですけれども、やっぱリーバイスの、もう着ても同点でももう取り扱いがあるリーバイスのデニムのセットアップで、ミリタリージャケットはもう鉄板の組み合わせですので、デニムデニムにミリタリージャケット、そうですね。そういったものにも結構合わせやすいジャケットですね。はい、はい、結構この襟のボアとでこんなっていうんですか、フィールドジャケットからのシルエットに、さらにこれ結構個人的にいいなと思うのが、こうベルトギュッて絞ってもかっこいいのかな。そうなんですよ、これちょっとこれをするとギュッと大人っぽい感じで、自分の場合はもうチップとかこのボタンも閉めずに普通になんかもう開いたまんまにして、こうやって、ベルトでちょっと締めていくと、くびれを強調して、ウエストを強調したこの X っぽいシルエットというか、そうですね、85年なんで、80年代のアイテムだとは思うんですけど、はい、ちょうどその、古臭くもなく、さらにちょっとこう現代チックに寄せた絶妙なデザインなのかな。先ほども言ったように、ライナー単体でも結構可愛いので、ライナーだけでもちょっと合わせたりとか、はい、で春先になるとライナー外して、これだけでフィールドジャケットっぽい感じで、ボアも取り外せるので、はい、冬はこうボア、襟のボアとライナーをつけて、で、春先は1枚で。1枚で、1枚で着ても結構やっぱりもう多分この襟がですね結構今ボリュームがあって、一応こっちに目が行きやすいんですけれども、これがなくなるとやっぱりちょっと普通のフィールドジャケットとしてのなんか普通の使い、はい、M65 とかそこら辺のフィールドジャケットの合わせ方をしてももう普通に様になるような、ちょっと
優れものかなと、はいはい、そう商品ページにそれぞれのアイテム、はい、バラバラできたものとかも、ご紹介してるんでぜひ見てみてください、はいはい、ということで、いかがだったでしょうか、今回の動画がですねもしよかったなと思う方はぜひグッドボタン、よろしくお願いします、はいはい、あとチャンネル登録の方も、こちらですね、はい、よろしくお願いします。で SNS もこちらですねやっていますので、やってます、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、まあ、結構 LL さんの写真がたくさん載ってると思うので、はい、まあ、LL さんのインスタ合わせでですね、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、ではまた次回お会いしましょう。さようなら。